いただきます。あーめっちゃ濃い。あ、美味しい。これマジかい。濃いですか。めっちゃ濃い。あ、濃厚ですね。めっちゃ濃いよこれ。美味しい。あ、よいしょ。じゃあ溶け落ち。桜食べます。うん、はい。あ、なんかすごい。あ、さっぱりですね。うん、いやただただデートです。なんでそんな2人とも険しい顔で。デートなの。何これ、謎解きのスタッフ。デートじゃないんですか。いや、なんか僕将来、うん、あの声優兼パン屋になりたいんですよ。そんなにパン好きなの。パン好きなんですよ。なんか東京パンガイドっていうパンを買ったんですよ、この間。東京パンガイドっていうパンを買ったの。あ、本ね。いや、本当に人生が変わりました。それでその本で見ながらパン屋さん巡るってこと。あ、巡ります、巡ります。結婚しようっつって。はい。今の文句やって結婚しよう。はい。はい、行きます。よくここまでたどり着けたね。よしよし、痛かったでしょ、苦しかったでしょ。でももう心配しなくて大丈夫だよ。これから僕が君を安らかに眠らせてあげるからさ。やって。路地裏いろん全方向作り込んでおりますので。で、360度。あ、もう制服着てる。自分の体が見える。いつ着替えたっけ。すげえ制服着てますね。すごい。やめなよ、やめてって。ちょっとイケメンだろ。何やってんの白井くん、気をつけて。あ、早まるな白井。もう何やってんの。もうなんだよ。ダメだって。もう文句。2人ともやめなよ。喧嘩早いよ。やめて。もっと右投げじゃねえ。言えた。左からね、こう回して。左からこう回して、で、ここら辺に来た時に右足出して。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。こう、なるほど。ちょっと息が漏れちゃった。あーって言っちゃったけど。言っちゃったけど。ちょっともうちょっと練習して。そうだね。はい。まあ、できるようになるから。かっこいいな。頑張った。でもさ、全然安定しないもん、このクイクイするのが。じゃあ行きますよ。ちょっとお願いします。行きます。えい。入らなかった場合はどうなるんですか。入らなかった場合はチェンジです。チェンジ。あ、はい、じゃあ僕の番ですね。今回はこ。え、お、せーの、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。明日、明日。監督いいんですか。わあ。ちょっとおめでとうございます。ありがとうございます。いただきたいと思います。ということで、はい、ぜひご飯、ご飯じゃない。お腹すいちゃったのかな。ご飯食べたいの、ね、ご飯食べたいのかな。お腹すいちゃった。ちょっとレモン言ってたから、ちょっとお腹がすいちゃった。ご飯みたいになっちゃった。ご飯が食べたいって。